東武急線系電車、東武急線系電車、東武急線系電車は、東武鉄道の通勤系電車。低都高速度交通営団、現、東京地下鉄、東京メトロ、有楽町線乗り入れ用として、1981年、昭和56年に登場した。本校では、急線系のマイナーチェンジ車として1994年、 平成6年に登場した9050系電車についても記述する。また、個々の編成を表す場合は、池袋、新木場、元町、中華街方先頭車の車両番号の末尾に F、編成を意味する英語フォーメーションの頭文字を付して表記する。東上線と低都高速度交通営団、現、東京地下鉄、東京メトロ有楽町線との相互。 直通運転用の地下鉄対応車両として製造された車両である。20メートル給料開き4ドア車体、全編成が重量編成で、登場線のみの所属となっている。急線系は試作車と量産車とに大別され、量産車のうち最後に増備された一編成は、外観が異なる。他にマイナーチェンジ型として9050系があり、在籍数は9000系。 9,050系合わせて10、編成、100両ながら、バリエーションに富む。後継車両である5万70系とともに、東上線と有楽町線、福都新線、東急東横線、横浜高速鉄道港未来線の直通運転列車を主体に使用されている。1八十一年十一月に竣工した両編成本の試作車、f で、 同年12月28日より営業運転を開始した。本編成落成当時、東上線と有楽町線との直通運転時期までは期間があったが、約6年間、乗務員への教習訓練や実際に乗り入れを行う際にスムーズに行えるよう考慮して先行試作したものである。本系列の設計にあたっては省エネ型町。 寿命経済者を目指し、以下の方針に重点を置いた。本系列は、東武鉄道の車両で、初の重量固定編成であるとともに8000系、以来18年ぶりの新系列ということもあり、軽量ステンレス車体、アフ、自動回自霊時式主回路直破制御装置、回生ブレーキ併用の全電気指令式電磁直通制度、一段式加工窓、それに通勤者としては、 初の自動式全面、側面行き先表示器が採用されるなど、数多くの新機軸が導入された。ただし、側面行き先表示器については準備工事にとどまり、1987年の有楽町線乗り入れ開始直前まで使用されなかった。方向幕の内容は量産車、副都心線対応改造工事前と共通で、有楽町線内の行き先は、黄色地に紺文字、 東上線普通の行き先、池袋、上板橋、成増ま含むは、根字に白文字の、それぞれ種別なしで表示されていた。車体は軽量化や長寿命化の図れる、軽量ステンレス構造を採用し、東武本線で1720系や5700系、などの優等列車で用いられた、ロイヤルマルーンの帯を巻いている。東武鉄道が、 軽量ステンレス車両を導入することとしたのは、東急車両製造からの提案であり、同社が開発した軽量ステンレス車両は当時東急8090系で実用化されている通り、外販はコルゲートを廃したビードブレス構造であった。しかし、東武鉄道の採用にあたっては同社車両を製造していたアルナ後期、富士重工業3社との共同設計。 技術比較のために一つの編成を3社が、分担製造したとなり、軽量ステンレス車両の製造が初となる、アルナ工機や富士重工業にも製造がしやすい、広報として、これゲート外反の採用や、板厚を厚くするなどの変更がされ、標準軽量ステンレス車である東急8090系よりも、車両重量の増加につながる結果となった。前面は、周囲の部分を、 FRP の飾り枠で覆い、さらに中央で縦に、区の字に折られたデザインとして、立体感を強調したデザインとした。正面の非常口は、車掌台側に寄せており、運転台スペースが広く取られている。外観には、ロイヤルマルーン色の帯が巻かれ、これは、囲碁の頭部ステンレス車の標準となった。車体側面は、屋根剣部は丸みをつけ、また側面窓枠の角にも丸みをつけて、 上品な雰囲気の外観とした。車内内板は天井をミルキーホワイト色、側面をクリーム色キャンパス模様の化粧板を使用して明るくすっきりさせる内装とした。側窓は東武鉄道発となる窓格子を配したサッシュレス構造の一段加工式の窓とした。床式物は緑色のアロンフロアリング仕上げとした。側面の割付は8 0系に準じており、座席は 扉間が7人掛け、車端部が4人掛けとされている。落成時の座席モケットは、当時の8000系などの通勤車両と同じ、コロラドオレンジと呼ばれる、茶色系の色調であったが、後に乗算車と同じ、黄緑色のものへ交換されている。乗務員室内は、緑色の配色であり、主幹制御機は、通販ドルマスコン式である。また、運転台には、 機器の故障状況を表示するモニタ表示板が設置され、異常時にも迅速に対応できるようにしている。制御装置は、東洋電気製造独自の方式となる AF 自動回自霊時式主回路直波制御を採用した。この制御方式は 150kW 出力の直流副管電動機を直波装置で制御するもので、従来の直波制御よりも、 主回路が簡単になるという利点があるものである。台車は、従来から、東武鉄道の車両で使用している S 型民電、片板バネ式構造の空気バネ台車、FS511 系、FS011 系、東武形式、TRS-81M 型、TRS-81T 型で、本系列では、軸箱の板バネ市ジ部に、 夕方ゴムパッドを挿入した SU 型民電構造とすることで乗り心地の向上を図った。ブレーキ装置は回生ブレーキを常用とする電気指令式空気ブレーキ HRD-2R を採用した従来の電磁直通ブレーキ HSC 方式と比較して空気配管の削減、ブレーキ応答性を大幅に向上させている。このか。 保安ブレーキと降雪時に使用する抑圧ブレーキを装備している。また、基礎ブレーキ構造は、付随台車は両、脱式踏みずらブレーキ構造、動力台車は回生ブレーキを使用できることから、型押し、式踏みずらブレーキ構造とした。保安装置は、東部 ATS 装置と地下鉄用 ATC 装置の機能を一つの装置に集約した、東芝製の ATC。 S, S 装置を採用した。装置は IC を用いたデジタル回路とすることで、高信頼性を図っているほか、ATC、S 装置として集約したことで機器の大幅な小型化を実現している。また、列車無線装置は、東部空間波無線、SR 及び地下鉄誘導無線、IR の2種類を搭載した。補助電源装置は、在来車で使用している。 電動発電機を大容量化したもので、219馬と、大出力のブラシレス方式 MG、TBG-81K とした。冷房装置は、東芝製のプーマイナス 3002A 型、集約分散式能力 12.2kW1500kcalH を各社4台搭載する、1両あたり 48.84kW42000kcalH。 本編成は量産車が登場するのに合わせて1987年、昭和62年9月にアルナ後期において、以下に記載するような有楽町線への乗り入れ改造が実施された。その後、落成から約17年を迎える1997年、平成9年7月から9月にかけては、M 社、電動車をアルナ後期に入場させ、主回路直波装置が、 量産車と同等品へと交換された。量産車とは、車内の化粧板や側面方向膜の位置の違い、車端部車両中央などから判別することは容易である。客用扉の客室側は、ステンレス無塗装仕上げであり、ドアエンジンが8000系以前の車両と同じで腰掛け、下収納式で量産車のカモイ内蔵式とは異なる。 車両間の連結面貫通扉はもは9300系、もは9600系、もは9900系の池袋寄りに設置している。乗務員室と客室の仕切りには乗務員室扉の他に小窓が二つあるが、量産車ではそのうちの一箇所を配電盤のスペースとした。有楽町線との総合直通運転開始に伴い百八十七年五月から八月に、 かけて量産車重量編成6本、60両、9102F9107F が増備された。試作車からの主な変更点は次の通りである。その後、1991年には新たに重量、編成1本が増備された。この 9108F では、車体側面は、ビードプレス加工となり、全体が光沢を抑えた、ダルフィニッシュ、なし地仕上げになるなど、 外観が130系に準じたものとされ、印象が変わっている。また、補助電源装置が、ブラシレス MG から G と阻止を使用した、静止系インバータ、SIV に変更されている。このほか、電動空気圧縮機の搭載車両の変更や車内で、ラジオ放送が受信できるようラジオ受信装置を設置するなどの改良がされている。 1994年12月7日の有楽町、先進線、現、福都新線の開業に伴う輸送力増強のため、9000系をマイナーチェンジした車両として重量編成2本、9151F9152F が製造された。本系列は、明るい都会感覚をコンセプトにした。9108F や1030系と同様に、外反は、 ビードプレス加工でロイヤルマルーンの帯を巻いており、正面形状にも変化はないが、前面窓枠内を黒色基調とした、他行き先表示器は、字幕式から LED 式となった。また、屋上では、通風機を廃止した。側窓については、ユニット式一段加工窓構造だが、0線形のシリーレン方式から、スパイラルバランサ方式として、保守性の向上が図られている。 本系列では制御装置が、日比谷線直通用の250系と同系の同様、電気製造性の g ーテを再リスタ素子による、VVVF インバータ制御とされた。なお、VVVF インバータ装置と、主電動機については250系と同一品を、使用しており、機器の共通化による予備品低減が図られている。補助電源装置は、機器の小型化と低騒音化。 G 手を素子に比較して、スイッチング周波数が高いためを測れるイベット素子を使用した SIV に変更した。空気圧縮機は、電動機を直流電動機から参照誘導電動機を使用した、s i m h s 2 0から1型を使用し、小型化やメンテナンス性の向上を測れるものとした。台車は、ボルスタレス台車、SS-141SS-041、SS K。 頭部形式 TRS-94M 型 TRS-94T 型に変更された。内装カラーは白色の化粧板を基本とし、床式物は中央通路部にマーブル調の茶色を、座席前は茶色単色としてフットラインを明確にした。座席モケットは茶色系の区分柄入りで、一人分の座席掛け幅は 450mm を踏襲している。 この白色内板に床式物と座席モケットに茶色を配色することで明るくソフトな室内空間とした。なお、優先席部の座席モケットはシルバーアイ色として一般席と差別化を図っている。編成中の2カ所には車椅子スペースを設置しており、この場所には非常時に乗務員と相互通話が可能な通話式非常通報装置を配置している。 ロースペース以外は、警報式非常通報装置のまま。床面高さは9000系の 1175mm から 1150mm に下げられたため、天井高さを 25mm 高くしている。また、側で入り後部は 30mm 高くした 1830mm としている。荷棚は、金網式からパイプ式に変更。 連結面の貫通扉は下方まで拡大された大型窓のものとした。サービス機器では自動放送装置、申請時は頭部線男性、A 眼線女性と乗降促進ブザーが採用され、側面には車外案内放送用スピーカーを設置した。製造時には各ドア上部に9インチ、液晶モニター式の車内案内表示器とドアチャイムを装備した。ただし、 1999年に2編成とも、軌道低下や、バックライトが劣化し、維持費がかかるため撤去されて、広告枠となった。しかし、2008年の福都新線対応改造工事の際、三色 LED 横スクロール式車内案内表示機が、千鳥城に再度設置された。東上線の池袋小川長官と、直通運転を行う有楽町線全線を呼び、 福都新線全線、東急東横線全線、港未来線全線で運用される。基本的には、有楽町線、福都新線、東急東横線、港未来線の直通運用に使用されるが、東上線のみを走る、地上運用にも当てられることがある。東上線では、TJ ライナー以外の種別に充当される。有楽町線、福都新線では、 全種別に重当される。東急東横線、港未来線では、確定以外の種別に重当されている。これは、東横線、港未来線の確定のみが停車する、駅ホーム有効長が8両編成であることによる。2008年6月14日のダイヤ改正からは、9101F は東京メトロへの直通運用に入らなくなった、後日。 2013年3月16日時点で、9000系は、有楽町線、福都新線、東横線、港未来線で営業列車として運用される唯一の直波制御車両である。9000系列は、2000年代から一部編成の車体下部にラッピング広告を重布している。そのうち、9151F は2007年10月から11月まで、 東武鉄道を創立110周年記念列車として運用され、車内には懐かしの東武鉄道の車両の中吊りポスターが掲出されていた。2006年平成18年10月から2008年平成20年6月14日に開業した東京メトロ副都心線への直通に対応させるための改造工事が開始された。最初に施されたのは 9102F で、 2007年3月28日付で、竣工し、同日より試運転の後、6月11日の有楽町線直通運用から営業運転を再開した。同年度の東部の事業計画で7本を改造するとの発表があり、翌2008年6月7日付で竣工した 9152F をもって完了した。また、この改造と同時に、 客室内のリニューアル工事も行われた。改造は、森林公園研修区において、日立製作所と日本伝送、現在の伝送とは別会社が共同で実施しており、社内には、それぞれの会社名が明記されたプレートが取り付けられている。主な改造内容は、以下の通り、なお、福都新線への直通対応工事は 9102F 以降の量産者のみの施工となっている。 試作車の 9101F は量産車とドア位置が異なり、他編成より 120mm 短い 4680mm 副都心線内におけるホームドアの使用に支障があるために試行対象から外されている。そのため、2008年6月のダイヤ改正を控えた6月8日からは、Y、マーク、有楽町線のみ、入線化の車両を示すステッカーを重付し、 原則として、東京地下鉄直通運用に入らない、東上線のみで運用されていた。2010年以降地下鉄、成増日川大館を含む有楽町線各駅にもホームドアが設置され始めたため、Y マークを取り外して、東京地下鉄直通運用から正式に外れることになった。その後、2013年3月16日のダイヤ改正までに幕式の内容を一部変更し、 新たに、快速幕を新設し、特急幕を削除。その後のイベント等でも、特急表示をしていない、準急を、緑色、快速急行を紺色へ、行き先幕でも前の文字よりも細めの文字に変更。さらに側面表示機の各駅停車に、普通の種別が追加されている。行き先については東場線のみとなり、東京地下鉄の行き先は削除された。非常用ドアコックは、 地下鉄に乗り入れない車両とは違い、東京地下鉄の車両と同じものが使用されている。また、非常通報ボタンの下にも東京地下鉄の車両と同じ注意書きプレートが検出されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。